ギャラクシーエアラインズ1号機、ギャラクシーエアラインズ株式会社は SG ホールディングスを親会社とする貨物航空会社。現在は生産済み。佐川急便グループのトラックに塗装されているものと同じ宇宙と星雲をモチーフとした塗装。ギャラクシーカラーとも言われる。ギャラクシーエアラインズの機材は以下の航空機で構成されていた。2006年6月5日、 東京国際空港内にて、エアバス A300 から600回の報道関係者、SG ホールディングスグループ関係者への内覧会が挙行された。2007年度の貨物輸送量は約3万トンを計上したものの、設立時の想定コストに比べ、1号機の JA01GX が起動しが19年に達していた、経年期であったことから、整備コストが増大した上、 原油価格の高騰などにより、2008年3月期決算では30億円の赤字を出し、栗延資産の一括消却並びに固定資産の減損処理が不可避のものとなり、債務超過に転落した。合理的な再建策を出すことができず、ついに事業継続を断念することとなった。日本のこれまでの航空市場、大型機を実際に運航した後に、 他の航空会社に吸収されることなく廃業した会社はなく、その意味でグキシーは日本の航空士に名を残したと言える。また、日本国内のみを運航する貨物航空会社はそれまでに日本ユニバーサル航空、オレンジカーゴがあったが、そのいずれもが運航停止に至っており、日本国内のみを運航する貨物航空会社は成功しないというジンクスは破れなかった。 JA01GX は廃業後アメリカに渡って N103MT となったが、それから間もない2009年3月3日付で登録を抹消され部品取り機となった。j a 2 g x はレバノンの貨物航空会社であるトランスメディテラネアン航空が引き取りオーディートマとして運航されている。ありがとうございます。